今回紹介するのは「クライマックスまで誘い込む絵作りの秘訣」という本です。とても良い本だとは思います。絵に関する基本的事項に軽く触れた後、ケースに応じてどのように絵を作っていけばよいのか絵作りの秘訣が解説してあります。しかし私の力量ではこの書籍を読んでも いままつううくかせないようなよ気がします。それはなぜかというとその絵にたどり着くまでの試行錯誤が書かれていないからです結果として導き出された答えとしての絵だけが示されているためそこにたどり着くまでの過程がわからないのですこのような書籍の場合、この過程が大事ではないのかと思うのです結果としての絵にたどり着くためにどのように考え 案を出し絵を修正または位置から書き直しながら進めていったのかがこの書籍の序文にもありますがビジュアルストーリーテリングの修士過程で学ぶようなもので本当の意味でこの書籍を生かすにはそれなりの力量が必要なのかもしれませんそれでも絵を簡略化して捉えた構図ポジとネガの組み合わせ 視線の誘導を示してもらえるだけでも、勉強にはなるので、十分購入する価値はあります。以上、興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったら、チャンネル登録をお願いいたします。